はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガフロンティアリマスタード、今回からアセルス編ですね、やっていきたいと思います。引き継ぎデータはまた全て引き継いでやっていきます。ここはファシナトゥール、ブルー編の時に来ましたね。で、一番右下のところは入れなかったんだけど、今回はその中が全貌が明らかになる。ジーナ、今日は終わりにしよう。お疲れ様でした。私はジーナ、この仕立て屋の親方のもとでお張り子として奉公を始めて3年目。最初はこの陰鬱な感じの根っこの町が嫌でたまらなかったけど、もう慣れた。頭を押さえつけるように町の上にそびえ立つ針の城のことも気にならなくなった。何の楽しみもない町で、この屋根裏だけが私の気を紛らわしてくれる場所です。ここもだいぶ狭いけどねまあよっぽどなんだろうね、ファシナトゥール。大切な衣装がしまわれている。お城からの注文、あるお方のために毎年新しい服を仕立てている。もう十数着にもなる。先輩たちはお城の若様の衣装だと噂していました。先輩とかいるんだ。あんまり大きいお店じゃなさそうだけどね。若様はもう何年も眠り続けている。私の胸の中にもまだ見ぬ方への思いが膨らんでいた。これが恋、明日にでも目覚めればいいのに。私は知らなかった、その方がどんな運命を背負っているのかを。ハリーの城、馬、夢か。嫌な夢だったな。ここはどこ？私は誰？服が破れてる。これは血の跡。どっか怪我したのかな？ここは病院。こんな病室嫌だよね。お目覚めのようだな。やはり人間目覚めが早い。ここはどこ？私は誰？何があった？質問に答えよとは仰せつかっておらん。私の役目はお前の目覚めをお知らせすることだけ。知らせるっておばさんに？何が起きたか全く分かっておらんようだな。ここはファシナトゥール、我らが主、魅惑の君、オルロワージュ様の世界。オルロワって何者？消えた。落ち着かなきゃ。おばさんに言われて、おのぎさん地まで届け物をして帰り道で私は跳ねられた。いきなり馬車が現れて。なんで今時馬車が？夢とごっちゃになっている。とにかくここがどこか確かめなきゃ。まだ夢見てたりしてね。シナリオ運命、シナリオとか全然見てないな。とりあえず、あ、ヒットポイントはそこまで高くないよね、あの前回のエミリア編なんで。で、一応装備するもんだけ装備しちゃうか。全体攻撃用の流星刀2本いる。だ、玄馬結局買いたいから1本だけにしとこう。で、パワードスーツ、大魔神総合とかなくて、いつの間に手に入れた。いや全然パワードスーツの方が強えわ。いや大魔神総合、名前の割にはさ、そんなに強くなくね。パワードスーツで強化服着て、あとは砂の器、リュウサって全体攻撃があるんだっけ。まあ、言うても流星刀があるからね。水耐性つけとこう。であと牙でいいや。これ筋力5上がるんで。よし、完璧だ。誰にも負けん。何これ、人。これか、全部。
どこ行けばいいんだ全然わからん。こっちから行ってみよう。あ、ゾズマがいる。お前が魅惑の君の血を与えられたという人間、あなた誰？人をジロジロ見るなんて失礼でしょ。なかなか気が強いんだな。これなら面白くなりそうだ。おっと、誰か来る。これで失礼。ゾズマがここにいたな。この城に入り込むとは許せん。その辺りにいるかもしれん。てかヨーマってなんで消えられんの？そういう能力を持ってんのかな。なんだろうこれ。ワープ。こんなところにも花がある。ここの君主も意外といい趣味かな。瞬間移動。グッ。紫の血、これが妖魔の証。血は紫か。生きてる。傷がない。夢なら覚めて。お、いる。立ち去るとかひどい。あ、血が吹かれている。一瞬にして。帰るか。越見の間かな。いる。名は？私はアセルス。人に尋ねる前に自分で名乗るのが礼儀。この無礼者。アセルスか。人間にした気の利いた名だな。気の利いた名って何？そろそろ名乗ったらどう。魅惑の君、無慈悲な王、バラの守護者、闇の支配者、美しき方、裁きの主、ファシナトゥールの支配者、この針の城の主、ヨーマの君、オルロワージ様。ヨーマ。私は人間。あなたたちには関係ない。家に帰して。先ほど花壇で見なかったのか。お前の血は紫だった。お前はもう人間ではない。セアトの剣で串刺しにされた。その傷はなぜない。そもそも我が馬車に惹かれてお前は死んでいた。お前が蘇ったのは我が青い血の力。ヨーマの青と人の赤。あ、なるほど、ヨーマは青なんだ。で混ざって紫になりましたと。我が血を受けしもそれなりの物事を身につけてもらわなければいけない。イルドゥ、この娘のことをお前に任す。イルドゥンでは力不足では。イルドゥンの身のこなしの素早さ、剣さばき、どちらも十分だ。せやとよ、お前ごときが口を出すことではない。誰が偉いんだがよくわかんねえ。白バラを目覚めさせておこう。二人で立派に教育しろ。まずはその汚らしい格好をなんとかしろ。妖魔、汎用、青い血、紫の血。いい加減現実を受け入れろ。半人って。どこ行くんだ。血の巡りの悪い娘だな。お前らが刺したからだろ。だいぶ血を流してしまったからな。根の町の仕立て屋へ行く。お前の服が仕立ててある。外出れんだ。じゃあ外へ出よう。おお、出れんね。まあ、と言っても、玄馬、今売ってくれんの？お前がオルロワージュ様の血を受けただとなぜだ？私にはこれほどの才能と技術があるのに認めてはくだされぬ。城に住むことも許してもらえん。お前ごとき人間の小娘が魅惑の君の寵愛を受けるとは許せん。げえ、なんか、めっちゃ嫌われてんだけど。いらっしゃいませ。これが私とアセルス様の出会い。その血で汚れた姿に恐怖さえ感じた。いらっしゃいませ。高貴なるお方にご来店いただき光栄でございます。お前に命じておいた衣装を出せ。お持ち帰りになられるんですね。これに着させろ。
ジーナ。いや、お前も覗きに行くのか。ちゃっかり人の着替えを覗くとは。いや、人ではない、汎用か。一応格好はついた。帰るぞ。いや、金払えよ高貴なるものだからといって金を払わなくていいという道理はない。若君じゃなかったな。だがどっちにしろ用馬だ、金払え。屋根裏の憧れの君が女の人だと知って私は動揺していました。それでもアセレス様の凛々しいお姿は私の胸に深く焼き付いたのです。すまん、金は払えん。帰らせてもらおう。白バラ。第46番目の長期、白バラ姫。お久しぶりです。久しぶりですね。変わりなく何よりです。歴代の長期の中でもその優しさは大事だった。お前の教育係などにはもったいないお方だ。長期ってどういうこと？順々にお教えします。参りましょうってどこへ。白バラは全然鍛えてないよね。一応初期ヒットポイントで200とか300とかあるんだ。てかどこ行けばいいんだかわかんねえんだけど。とりあえず自分の部屋に帰ろう。練習場で待っている。どこだよ。今日はもうお休みください。どっちだよ。練習場へ行けばいいのか休めばいいのか。これ休めんの？なんかこんなとこで寝たくねえんだけど。冷たそうじゃん。夏はひんやりだけどさ、冬は寒そう。ファシナトゥールに冬とか夏とか季節っていう概念があるのか知らんけど。なんか手に入れたぞ今。力体だっけ？え、なんか手に入った。ここなんかある。ブリューナク。え、マジで？ブリューナクとかクソ強い銃でしょ確か。一発しか弾が入ってないけどクソ強いやつで、力体が麻痺耐性、睡眠耐性88とか。これこんなの手に入ったっけ。精霊銀のピアスだ。他はなんかどこ。月下美人とかもマジで強いでしょ。いくつ。69。ゲンマがでも確か攻撃力70だからな。いやでもゲンマ手に入れてないからね。月下美人とか一応装備しとこう。マジで強い。てかいきなりこんなん手に入ったっけ。他アサロ、精霊銀の鎧。アセルスってそんな簡単だったっけ。体が重い。精霊銀の鎧を捨てた。あったな。さ、そうそうそう、これあったわ。こういうイベントだった。でもう一回ファシナトゥールに来た時に取れるんだ。覚えておこう。そうだそうだ。イールドゥンがいた。逃げずに来たのは褒めてやろう。え、どこ行くの。では訓練を開始する。そうか、俺の実力見せてやろう。ミリオンダラー、天から降る隕石2200。これが人間の実力だ。見たか。次、平成を装っているな。てか戦闘速度速くしよう。どうだ俺の剣さばき。ってかいつまで続くのこれ。キノコごとき一撃。傷薬ゲットした。いや次とかさ、退却すれば終わるとか。退却できねえし。黒曜石装備させなかったっけ。装備させてねえか。ミリオンダラだけでいい。あ、そうだ、ゲンマ装備させるからこれだけでいいやとか言ったんだ。
まあ、全然余裕でしょう。いやマジで、そこまで。ようやく終わった訓練は終わり。イルルンってだって仲間になるんだっけ、そもそも。今はここにいるけどさ、白バラのところへ行こう。では参りましょう。どこ行くの、マジでわかんねえんだけど。長期って何、愛人。人間同士の関係とは違う。私の血を奪い、妖魔化し、永遠の命を与え、人間の生活を終えさせた。あの方には何人も逆らえない魅力がある。アセルス様があの方の血を受けたから、免疫とでも申しましょうか。あなたはオルロワージュ様の力をも受け継いでいる。力を引き出すも眠らせておくもアセルス様の心一つ。さあ、お話はこれくらいにしましょう。っていうか、マジでどこ行けばいいのかわかんねえんだけど。あ、なんか、この棺桶もしかして、安らぎの場所でもあり、牢獄でもある。一度手に入れたものを決して手放そうとはしない。ここがレイ姫様のお部屋。レイ姫様はオルロワージ様の最初の姫。唯一この城とあの方から逃げた。レイ姫様のことは、ごめんなさい。一つ教えてやろう。これなんていうの？主の馬車がお前を引き殺した時も、あ、レイ姫様を追っていたんだ。あ、そうなんだ。結局ここでさ、一人になるんだけど。練習場で待っている。お休みください。いや、マジどうすりゃいいの？あ、セアトがいる。おい、一ついい情報を教えてやろう。シカト。随分な態度だな。ワシナトゥールから出る方法を知りたくないとはな。根の町の酒場へ行ってみろ。普段見かけない奴が来ている。なぜそんなことを教えてくれるの？セアトの助言。これ出れんの、そもそも。あ、出れるわ。普通に。よう陰気な酒場だな、ここは。音楽とか踊りとか何かないのかい？ここは初めて。いや、酒場なんかあまり来ないからな。どこから来たの？どこってここのものだよ。嘘つかないで。ここから連れ出してほしい。そういう話か。金はあるか？今はない。いや、持ってんだろ。必ず準備するから。まあいいだろってさ。なんで？絶対工面できないでしょ。下の家の鍵。奥に秘密の通路がある。後で来い、金を忘れるなよ。いくら必要なんだ。俺は今5800円持っている。5800円じゃ足りんのか。お金どうしよう。ダメだ、足りない。白バラ頼む、金貸してくれ。では参りましょう。白バラで構いませんわ。お金を貸してほしいんだ。ストレートだな。お金ですか、困りましたわ。私にも。そうだよね、お金持っててもしょうがないよね。正直に話すよ。ここから逃げ出すのにお金がいる。そうですか、わかりました。今の人間がどんなお金を使っているのかは知らないけど、貴金属の持ち合わせならば少しあります。いや、俺の方がいっぱい持ってるよ。私もお供させていただく。オルロワージュ様からアセルス様の教育を言い使っておるか。これとりあえず仲間なんだっけ。このまま、まあ、言うても術だからね。これでレイ姫様の話聞くんだっけ。どうやって逃げたの。自ら命を絶ち、転生の法を使ってあの方の首輝を断ち切った。転生。ちょっといい加減現場売ってくれ。なぜだ。はい、あ、違うのです、コーサルス。これは白バラ姫様、お久しぶりございます。そうでしたか、事故ですか。こんな冴えない小娘になぜお構いになるのか、これで納得がいきましたって。そんな態度では光るものも光らなくなる。これを身につけておけ、少しは格好がつくというものだ。え、どういうこと？なんかもらった？何か買うか。玄馬。LP さん、買おう。せっかくだ。はい。手に入れた。LP が5になってしまった。しかし、最強の剣、玄馬。いや、ま、最強ではないけど、もうこの段階で攻撃力70の武器が手に入るかね。しかも全部わかんじゃん。ステータスがめちゃ強えな。それ考えると怖いもの知らずだな。もうコサルスの細工の腕は超一流。その上、その作品には強い揚力もこもっている。
行くか。脱出へ。どうぞ。この情報は誰かな？セアト。なぜセアトが？嫌な予感がします。では、洞窟を抜けていきましょう。幻魔の力。見せてやる。幻魔。あれ？技ポイント使うんだっけ？一応カウンター技の幻魔走破を持ってるんだよね。カウンターを受けると、幻魔走破が発動する。しかし、その必要はない。幻魔とかっこいいよね。赤い剣だから。ちょっとシャキッって言った時に見えたと思うけど。いない。騙された。追っ手が来る。私が防ぎます。私も戦う。おままごとはそれくらいにしていただきましょう。さあ、手間をかけせないでください。責任は私にあります。罰するなら私を。それ、なんて読むのこれ。主に上って書いて。あそこに戻るくらいなら、ここから飛び降りてやる。アセル様。遅くなった。さあ乗れ。け、吹っ飛ばされてんだけど。ゲスな機械なぞ持ち込みよって。白バラどうした？シップは初めて。オルロワージ様がお怒りになる。大丈夫。アセルス様がファシナトゥードを去ったのを知ったのはしばらく経ってから。その時の気持ちはうまく言い表せません。ただもう二度とお目にかかることはできない。そう感じた。アセルス様の脱出は針の城にも知れ渡りました。アセルスと白バラ姫様が逃げてございます。これで面白くなる。あの半人がどういう体験をするか興味深い。白バラまで一緒というのは気に食わない。フィルデンの処分はいかがいたしましょう。捨ておけ。しかしそれでは。字が見えん。少しうるさいぞ。さよ。申し訳ございません。くっ。これでイルドゥンを失脚させようとしたんかね。遅れて悪かった。もう一回乗せてやるから、それで勘弁してくれ。燃料の補充と整備が終わるまでオウミの町にでも行っててくれ。はーい。というわけで、ファシナトゥールから脱出して、アセルス、ちょっと最初がね、長かったですけど、エミリアはね、なんか全部で3パートくらいで終わったんで、まあサクサクサクっといけましたけど、まあアセルス何回くらい続くかな。まだ始まったばっかりですけども、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。